同じミスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまに孤児院に顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが一年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって、そりゃ次なるモーガンブラックハンドやウェイランドボアボアみたいなレジェンドになるためにさ。ほらリスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛玉を食らう可能性だってある。この街の伝説が集まる場所を知ってるか？墓地だよ。とはいえ伝説になるには出身も身分も関係ない。お前が本物ならチャンスはあるさ。ナイトシティはそう、夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほらプロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。ルイ、ミリテク、それって極秘の軍用テックだろう。どうやって手に入れたんだ。ティーバグだよ。おまけに中身も調整してあるそうだ。調整って具体的には？何でもスタイルが気に食わないんだと。まあ実際にやってみりゃすぐにわかる。ああ試してみよう。どうだ、役に立ちそうだろ。じゃあいよいよ本番と行くか。若子から何かアドバイスはあったか。うちあんたのおかんやない。簡単な仕事や、指示通りやったらええだとさ。よし行くぞ。エレベーターこっちだ。さっさとしろブロダー。ターゲットはサンドラ・ドーセット。数時間前から生体モニターの反応なし。すでに殺されてる可能性もあるけど頑張って。頑張ってじゃなくて頑張ろうだろ。バグ、現場にいなくたってお前もチームの一員なんだ。チームね。はい、バグ、もう少し愛想よくできないのか。優しくしてほしいならヘルプセンターに電話したら。1237を探して。ターゲットは中にいるはず。でも生体モニターは確認できない。手遅れじゃないといいけど。これだから生死に関わる仕事は嫌。急いでドアをハックして。 B 開けれそう？遅かったか、B。
いつは。ターゲットのサンドラ・ドーセットはエシロン2の企業特権で保護されてる。つまり相当なお嬢だな。だがこれはゼータテクのコピー品ばっかだ。闇改造によくあるやつだな。こいつじゃない。捜索を続けるぞ。注意しろ。いるぞ。静かに片付けるんだ。慌てんな。見つかるぞ。気を抜かないで。まだ近くにいるから。まるでゴキブリの巣だな。B、来るぞ。いいか、チャンスを待って始末しろ。くっそ、うじゃうじゃ嫌がる。ここで少し待った方が良さそうだな。やれ。音は立てるなよ。その一番近いやつだ。そいつを始末しよう。任せたぞ。センサーに反応はない。もう大丈夫のはず。先に進んで。くそ、ターゲットは一体どこだ。探して、絶対にいるはず。やったぜ。正直ダメかと思ったが、うまくいったな。
こそこそすんのは主義に反するが、結果オーライだ。そこそこ座ってるつもりだが、さすがにこいつは人間をまるで家畜みたいに扱いやがって、スカベンジャーのクソ野郎ども狂ってやがる。こんな仕事は二度とやらねえ、お袋に誓ってな。ターゲットだ。どう？まだ生きてる？今確認する。早く彼女の生体モニターに繋いで。こいつはヤバいぜ、V。繋ぐぞ。サンドラ・ドーセット NC570442、 トラウマチームのプラチナ契約者か。プラチナだったらよ、くしゃみしただけでもトラウマが来るはずだ。信号が妨害されてるのかも。モニターがハックされてる。ワームエアをいじったのか、神経ウイルスか。おい、ティーバグ、状況を見ればわかんだろ。こっちは急いでんだ。ぼんやり考えてる暇なんかねえぞ。うん、近所のハックを使ったのね。オッケー、彼女の神経ポートにチップがあるはずだから抜いて。それがモニターの信号を妨害してる。あった。今取り除く。モニターを確認して。何か変わった？サンドラ様、意識がある場合は回復退位を取ってください。救助部隊が派遣されました。あと180秒でそちらに到着予定です。トラウマチームが到着するまであと3分。プレミアムプランにより推定費用の 90% がカバーされます。ひってえことしやがる。とりあえず氷から出してやろう。チッ、やばい。くそ、死んじまうぞ。リー、状況を説明して。ジャッキー、エアハイプをよこせ、早く。おらよ、ブラダー。これでやったぞ。よし、外まで運べ。スカベンジャーどもが逃げてくぞ。奴らもトラウマチームとはやり合いたくないみたいだな。外まで運べ、テラスだ。T1333 より本部へ。患者 NC570442 を確保。投与開始。
ドーパミン70、ノルエピネフリン110、ピムリン800。よし、脱出するぞ。エレベーターでガレージに出よう。はあ、ご苦労様。私は落ちるわ。それじゃあまた。なあ、B、悪いんだが、ちょっと車を借りてもいいか。ミスティとデートなんだよ。メトロなんかで行ったら、格好がつかないだろ。しょうがない。今回は特別だからな。長くなりそうか？長くなりそうか？切るぜ、B。そうだ、ついでに家まで送っていこうか。頼むよ、俺はもうクタクタだ。ああ、それと我が子に連絡して仕事が済んだって報告しとけよ。V、どないやった？依頼主は無事なんか？もちろんだ。そういう仕事だっただろう。そうか、ご苦労さんやったな。報酬は準備できとるで。なんならすぐ取りに来てもええけど、今はとにかくうちに帰らせてくれっちゅうところやろな。 NCPD がワトソンを包囲しとる。地区を丸ごと封鎖する気や。早めにそこを出んと捕まってまうで。ご忠告どうも。じゃあまたな。NCPD がワトソンを封鎖するみたいだ。急がないと俺たちも巻き込まれちまうぞ。大丈夫だ、俺に任せな。ナイトシティは最高の街だ。他と比べてただでかいだけだろう。いや、他の街とは全く違う。モーガン・ブラックハンド、アンドリュー・ウェイランド、アダム・スマッシャー、レジェンドを生む街だ。しかし腹が減ったな。何か食いに行かねえか。ワトソンが封鎖されるってさっき言っただろう。あった、そうだったな。なあ、あれって、くそ、勘違いじゃねえ。後ろからバンがつけてきてる。まずいぞ。嫌な予感がしてきた。スカベンジャーの連中だ。くそ、俺ジャッキー、頼んだぞ。リガーダーマドレイ、まっすぐ走ってくれ。
捕まってろ。さあ、歩い。手こずらせやがって。いい、運転手を狙え。ええ、お前の愛車を傷つけちまったな。すまねえ、B。気にするな。今は無事に帰ることだけ考えよう。限界態勢だな。通達があるまでワトソン地区から出ることはできません。どうもお姉さん、ちょうどあなたを探してたんですよ。はあ、それは一体どういう意味？優しそうなお姉さんなら分かってくれると思って、どうしても彼女の元へ戻らなきゃいけないんです。ああ、彼女？ええ、俺を待っててくれてるんですよ。これまで散々約束をすっぽかしてきて、今日行かないと振られちまうかも。それは一大事ね。頼むよ、人相は悪いかもしれないが純粋なやつなんだ。どうしてやって、これで最後よ。わかった、行きなさい。ありがとうございます。それでは。彼女に気に入られてた。きっと俺の真摯な態度に惚れたんだろうよ。そうだな。誠実で一途に恋人を思い。はいはい、謙虚さも忘れないだろ。おいおい、見ろよ、ビー、なんかやり合ってるぞ。やばいぞ、いいから連れて。この装備はひょっとして。うん、NCPD のエリート中のエリートことマックスタックだな。そこらの警官じゃ手に負えないような事件が担当だが、あいつらじゃ相手にすらならんのだ。お、終わったみたいだ。運の悪い連中だったな。よし、そろそろお前んちだ。お前はヘイウッドに戻るのは難しそうだが。大丈夫だ、通してもらえるさ。本当か？うん、また丁寧なジャッキーの出番だ。じゃあ、おやすみ。ミスティによろしくな。ああ、じゃあな。シティの皆さん、こんばんは。
本日一人目のゲストは解放冒険者エリア。どうも、知り合いのランナーが B の役に立ちそうなものを持ってね、情報を送るわ。父なる神よ、我らと共にある。町を出ろ、手遅れになる前に。